秘密広文書、あと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 トレーシーは、太平洋戦争期間中に、アメリカ陸軍、アメリカ海軍が、極秘に設けた日本軍捕虜専用の、秘密広文書である。1942年12月より1945年7月までの、間、カリフォルニア州サンフランシスコ北東部に、約100キロにあるバイロンホットスプリングズという、 廃れた保養地に設けられていた。アメリカ本土に抑留された日本軍捕虜のうち、約2341人がここに旅収として送られた。ここでは捕虜に対しての、登庁というイギリスから得た手法が初めて導入され、その後の極東国際軍事裁判で起訴された、戦犯に対しても利用された。また、ここで得た、昭和天皇などに関する情報は、 戦後の日本占領政策に大いに生かされた。ジュネーブ条約に違反する行為であったために2000年代に入るまで存在は否得されていた。イギリスが対独戦を通じて編み出した陸海軍合同の戦争捕虜の秘密尋問センターに反を取っている。アメリカの第二次世界大戦への参戦が時間の問題となった1941年6月、アメリカ海軍省情報局所属の ラルク・アルブ・ナイト・少佐がイギリスの秘密機関29を視察。戦争捕虜から情報を収集するには捕獲した、現地よりも設備とノウハウを備えた、尋問官の整った施設での未正確な情報が得られるとの結論に達した。フランク・ノックス海軍長官からヘンリー・スチムソン・陸軍長官に設立の提言がなされ、海軍省情報局ジョン・ジェルダッファー中佐を 中心とした実務者レベルの検討会議がスタートし、1942年5月6日に合同尋問センター設立の陸海軍合同国家プロジェクトが決められ、5月15日に陸軍省によって対日捕虜秘密尋問センターをカリフォルニア州バイロンホットスプリングに対独異捕虜秘密尋問センターをバージニア州法とハントに設置することが決定された。 ありがとうございます。